島の件では物質中に現れるマクロな量子現象というものに興味を持って研究をしています。例えばこちらは高温超伝導体の上に磁石が浮いているのがご覧になれると思います。これは超伝導体から磁束が弾き出されるという現象に関連しています。私たちの研究室ではこのようなマクロな量子現象を光で操作する、あるいは光で作り出すということに興味を持って研究をしています。今回の研究はこの超伝導と密接に関係する現象です。この超伝導体の中では電子と電子2つが対になって凝縮するということが起きています。この対のことをクーパー対と呼びます。実はクーパー対には電子電子だけではなく他の対もあって良いことが理論的に予想されていました。例えば半導体に光を当てると電子とその抜け穴の正交ができます。これらは正と負の電荷を持った粒子です。この電子と正交を高密度に作り、さらに温度を冷やすと、まさに超伝導と同じように電子と正交が対を作り、電子正交クーパー対という状態を作ることが予言されています。この状態というのは超伝導と同じような状態ですが、理論的予測から50年以上経ってまだ実証がなされていない非常に難問です。今回の我々の研究は初めてこの電子正交クーパー対状態、あるいは電子正交 BCS 状態というものを実現したというものです。電子正交 BCS 状態は絶対零度に近いところで予想されていましたので、なかなか実現することが困難でした。電子と正交は光を使って作ることが多いんですけれども、光を当てると普通は温度が上がってしまうので、なかなか十分な低温に到達することができなかったのです。今回私たちは光を当てながらいかに余計な熱を与えないかという点に注目しました。実は当てる光の波長をうまく選んで半導体に当てると、初めから互いに束縛し合った電子と正交のペアが作られるということが知られています。これは励起子と呼ばれるもので、陽子と電子から水素原子が作られているのと同じ構造を持っています。重要な点は励起子が電子と正交のペアとして最もエネルギーの低い状態になっているということです。そこで、うまく光の波長を選んで励起子だけを作っていってやれば、直接温度の低い電子抵抗系を作ることができるわけです。しかも密度がどんどん高くなっていきますと、励起子は互いにぶつかり合ってイオン化してしまうことが多いのですけれども、光が当たっていると実はそれが電子と正交の結びつきを強めるノリの働きを助けてくれるということが基本的に予想されていますので、電子正交クーパー対を作るのに有利な条件が揃っています。そこで実際に実験をしてみたところ、光の強度を上げていくと確かに電子正交 BCS 状態が作られるということを光吸収の測定によって示すことができました。このような研究が可能になった背景は主に2つ挙げられると思います。1つはテラヘルツ波と呼ばれる新しい光の技術によって電子と正交の密度を正確に計測することができるようになったこと。もう一つは光の波長をうまく選んで励起子だけを選択的に作り、しかもそれがどう変化していくかを1兆分の1秒の時間スケールでスナップショットを取って調べることができるようになったという点です。このような光の技術の向上によって今回のような研究が可能になってきたといえます。今回の我々の研究はレーザー光を巧みに使うことによって半導体中に電子正交 BCS 状態というマクロな量子状態ができるということを示したものです。これは冒頭で申しましたように超伝導とも類似の状態です。となると超伝導のように電子と正交の対がです、摩擦なく物質中を流れるかどうかという興味が湧いてきます。電子と正交のペアですから、これは電荷を持ちません。しかし光で作られている粒子ですので、光の光子のエネルギーを持っています。その光子のエネルギーを持った粒子が物質中を摩擦なく動くことができれば、非常に面白い現象となると思われます。
さらに今回の問題は電子と正孔、つまり正と負の電荷を持った粒子が高密度にかつ極低温になった時にどういう状態をとるかという極めて基本的な問題です。この問題をより深く理解することによって物質の存在形態、存在様式に対する深い理解が得られると考えています。